阪サウナデッセ。この番組は2023年4月にオープンしました大阪心斎橋の都市型サウナ施設大阪サウナデッセの提供でお送りします。こんにちは、大阪サウナデッセ総支配人文城哲です。こんにちは、大阪サウナデッセエカトルとして修行中のナミキングです。こんにちは。そして私がライオンのガオちゃんです。ギャオ。この番組は大阪心斎橋の都市型サウナ施設大阪サウナデッセ総支配人の私文城哲とネパドルのナミキングと、今週はダブルアートしんべヱさんに代わってライオンドンガオちゃんがサウナにまつわるあれこれをお伝えするサウナラジオです。それでは大阪サウナデッセスタートでーす。よいしょ。はい、始まりました。始まりましたね。はい、久しぶりですね。なんか何笑ってるんですか。いやー、来ましたね。ここからフリーですよね。はい、ここからフリーです。よろしくお願いします。真夏真っ盛りですけども、はい、サウナしてますか。してます。お、してます。僕もしてます。いやー、ほんと今年はね、はい、ほんまに自然のサウナと言ってもおかしくないぐらいの炎天下続きますけども。あ、なるほどね、はい、確かに。まあそれでもやっぱりサウナはサウナで気持ちいいですよね。気持ちいいですね。はい、僕は何をだいぶ怪しくなってきました。いや、何を喋ってるのかよくわからなくなってきましたけど。はい。スタートあんな綺麗やったらね。はい、そうなんですよ。今週も。まあ、しんべヱさんに代わって、はい、3回目で。3回目、はい。もう3回目ですか。そうなんですよ。ありがとうございます。これはもう評価されてると捉えてますよ。好きですよ。ありがとうございます。好きと、好きっていうのは個人的なあれで。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、多分大丈夫かどうか分かって、別って話ですよね。そうですね。評価してるとは言わなかったです。そうなんですよ。はい。で、ネパドルのね、ナミキングちゃんも、お久しぶりでございます。どうですか、修行してますか。修行してます。お、公園でタオル振ってます。あ、そうなんです。テクニックはどうですか。テクニック、はい、なんかおばあちゃんと散歩で公園行くんですけど、はいはいはい、おばあちゃんベンチに座らせて、うん、なんか暑いんで仰いでなんかどの技が風来るかみたいなのを言ってもらってます。あ、でもちゃんとこうやって実践でやってタオルでね、こうサウナで仰ぐためのタオルの練習をしてて、はい、ありがとうございます。それで言いましたら、はい、変な回りできましたけど、ね。はい、ギャオギャオ、あ、困ったよね。あかんか、ちょっとふわふわした。今日何回ギャオせなあかんね、これ。だいぶふわふわしてますけども、でも熱波で言いましたら、この間、はい、僕もお盆の、うん、お盆前にちょっとそうですね、はい、大阪サウナデッセさん行かしてもらいまして、ありがとうございました。アウフグースをやらせていただきました。イエーイ、ありがとうございます。毎月ね、12日にちょっとサンクスアウフグースっていうのをデッセでやらせていただきまして、文さんもね、おいで貼るんですよね。そうです ね、そうなんです。あれ1時間ごとにやってるんですか、1日中。そうです、ちょうどオープンしたのが4月の12日になるので、はい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 、そこから1ヶ月ごとに、はい、12時から11時まで、はい、でも昼ぐらいからもずっと1時間後まで1時間後に。なるほどなるほど。でもだからもうデッセさんにとっても12日というのは結構大事な記念日です。記念日ということでこうちょっとポイントの日ですね。ポイントの日ですね、はい、どうでした。いや、なんかね、まあちょっと行かしてもらって、はい、僕はなんかこう銭湯とか行くこと多いんですけども、はい、デッセさん行ったらやっぱりね、お盆っていうのもあって、うん、ちょっと結構どっから来たんですかとかいろいろ聞いたりしたんですけども、はい、結構県外の人多くて。そうでしたね、はい、で若い人も多くて、うん、でこう関東の埼玉とか、はい、でこのデッセさんを目的で来てる人もいましたし、はい、そうそう、で帰省するからそのタイミングでちょっとここもかましとこうかなっていうの人とか、なんか愛知ぐらいから来た人とかがこうちょっと何個か回って彼氏さんも行って帰るみたいな、はい、サウナ旅してる人もいてましたし。そうでしたね。なんかね、やっぱなんかこうリゾート感ありましたね。リゾート感、なんかリゾートで来てるというか、まあこう一個癒しの空間の夏休み感ありましたね。確かに、はい、まあ、その毎日使っていただけるよりはね、こう週に1回とか月に1回で来ていただける方が多い気はします。はいはいはい、そうなんですよ。みんなお客さん多いですね。いやですね。なんか優しいですね。ありがたいことに、はい、優しいと思います。うん、お客さん優しいですよね。はい、デッセで仰いだ時もみんなほんま優しくて、お客さん、はい、うん、あったかいですよね。あったかいです。ね、もうガオちゃんの間がすごい空いてるところでもお客さん全然優しい。こら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 。え？こらこら。え？いらんこと。いらんことは言わんと。あ、じゃあいらん。すいません。いやいや、でもね、これデッセさんの空気感がいいですね。ちょっとデッセさんの話あんましてなかったじゃないですか。確かに。
ちょっといろいろ思ったこともあるんで。あ、マジっすか。思ったことというか、デッセさん、なんかああいうでっかい施設って、うん、まあ良くも悪くも、うん、ちょっと店員さんとあんまり接触ないというか、あイメージあるじゃないですか。ちょっと敷居が高いみたいな。なんかまあそれを何もない感じが楽やったりもするんですけど、うん、なんかデッセさんちょうどいいこの。うんうん、人間味あふれる店員さんの感じしますね。まあまあ僕らそこで埋めていかないと足りないものばっかりなので、いやいやいや、はい、あの感じなんか居心地がねすごい、いやいや、ありがたいですね。なんか、はい、なんかあんま来すぎても多分あれかもしれない、なんかちょうど絶妙の、なんか店員さんもめっちゃ優しいなって感じしますね、全員が。ちょっとこう勝手に言うのもあれですけど、はい、こう大阪感みたいのを出そうっていうのは、まあ、大阪感を出すことが一つのテーマでもあったので、確かにこうやっぱか物というかお店自体、はいはい、施設自体は、はいはい、建築士の先生かっこよく作っていただいたんで、はい、こう土着感というかね、地元感みたいな感じで、まあ、そういった意味でこう人懐っこい、デッセの部分ですね。お言ったらその空気感というのが、これ実はね、こういううまいこと言ったら整いましたっていうディレクトがね流れるんですけどね。そうなんですか。ディレクターさんすごいニコニコこっちただ見てましたね。それ知らんかったですよ、その状態。そんな機能が、私もまだ聞いたことないです。あ、ほんまですか。はい、まだ出てないんですか。いや、何回か最初の頃出していただいたんですけど、まあ出そうでしたけどね。この前しんべヱさん一人の会の時はさすがに一人でね、はい、やられてたんですごい出していただいたんですけど、一人でやってたんですか。この前こう僕も並木もちょっとどうしようもない出ない会があって、そうなんですか、はい、呼んでくださいよ僕それ吉本さんが、はい、そりゃ そうですよね、はい、そうです、ね、そうなんです。またちょっとね行かしてもらって、はい、なんかそれやってより何和感ある、そういうアウフグースみたいな考えていって、ね、あ、ぜひぜひ。でちょっと僕もどうなるの空気感で、はい、あんまはしゃいでもとか、はい、いろいろ考えて、はい、まあ、ちょっとまったり、最後の方は、僕が、あれ奥田民生さんのささすらいって曲があるんですけど、はい、それを替え歌して弾き語りして整いっていう、はい、整おうっていう歌でちょっと軽滑りするっていうのがあったんですけど、はいはい、この曲ね、その原曲知ってますかって言った時誰一人手挙げる世代違うもんですかね。まあ、確かにでも若い人多かったですね。あ、まあ、今年行った方もいてましたけど、はい、有名な曲ですけど、ね、そうなんですよ。だからちょっとまた面白アウフグースみたいな、はい、せっかくなんで、はい、また仕上げていきます。本当にできます。できます。できます。いや、そう、まあそれはまあやってみないとわからない世界なんで簡単にうがつには言えないんですけど、ごめんなさい、まあ、12日行こうと思うんで、はい、ぜひぜひ、はい、これから毎月、はい、お仕事かぶらなければ、はい、ガオちゃんには毎月12日に来ていただく予定です。ありがとうございます。ありがとうございます。来月9月21日の僕の誕生日にも、はい、今一応来ていただく予定。おめでとうございます。ありがとうございます。私も誕生日やと思って、はい、ちゃんと入れたんですよシフト。いや意味がわからないです。ランキングでほんまにおるんですか。デッセ、デッセいるんですか。見たことないですよ。ちゃんと働いてますよね。え、並木ですか、はい、ダメです。それ以上言ったら、え、それ以上聞いたらダメです。聞いたらダメなんですか。ちゃんと働いてます。働いてますよ。真面目に大丈夫です。続いてますやんか。いつも受付でしっかり声出しやってくれてますね。たまたま被ってないだけなんですね、はい、そうですね。ちょっと会いたいですね。ね、だから誕生日の日はまた、はい、あ、お願いします。ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、並木さんなんかご報告があるんじゃないでしょうか。はい、私、はい、ネッパアイドル、ネッパドルとして修行中ってね、冒頭でもいつも言わせてもらってるんですけど、はい、ついに私のオリジナルソロ曲ができました。おー、よいしょー、ギャオー、ありがとうございます。曲ですか。曲です。ネッパの、そう、ネッパ中に専用の、はい、その熱波するための曲を、熱波の時に流せる、はい、めっちゃいいっすやん。作りたいと思って。それはもうやってるんですか。まだ、あ、今仕上げ中で、はい、曲だけできました。曲はできて、はい、でこれをどううまいこうアレンジしてやっていくかみたいな。これやってる人いないんじゃないですか。まだ自分の曲でみたいなのはいないですよね。ね、これはいいんじゃないですか。だからちょっと来月の、うん、いつもですレディースデーで仰がしてもらってるんですけど、はいはいはい、来月のレディースデーからその曲使えたらいいなーなんて、はい、ちょっと思ってまして。ナミキンキちゃんレディースデーだけ仰ぐ感じですか今のところ。今のところはそうですよね。なるほどね。他の日も仰げていければいいな。なるほど。ちなみにこう男性の仰ぐも OK 的な分もあるんですか。どうですか。なんですかね、私はやりたいなとは思ってるんですけど、ね、いけます。
行きます行きます。あ、まあ、そのじゃあ決まりで、あ決まりで、やったー、やりたい。ナンキンちゃんの浴びれるということですかね。あ、そうですね、それでいいじゃないですか、うん、やりたい。でも結構ありますもんね、実際。ありますよ、女の熱波師の人が、ね、後藤さんとか、はい、鮭山さんとか全然、はい、そうなんですよ。ちょっとナンキンちゃん熱波もちょっと今後、はい、ね、僕も受けたことないんでね、はい、そうですよね、はい、どうやってこう練習してるというか学んだりとか、学んだりはそれこそ前にあの龍騎池田さんを、はいはい、レッスンで呼んでもらった時に基本的な技を教えてもらったりとか、あとはあの知り合いの熱波師さんに教えてもらったり、ちゃんとルートがあって、はい、ルートね。で僕も、はいはい、僕も一応ちょっと練習とかは多少してて、はい、で僕はなんか後輩にまだ山田っていう熱波やってる後輩がおって、はい、そのルートですね、そのルートで、そのルートやらしいからまたまだ山田くんも紹介するんで、はい、あ、そう、まだ山田さん呼ばなんか、あ、めっちゃ上手いですよ。いや、呼べ言われてるんですよ。なんで大阪におる俺呼べへんねんって怒られるから、はい、でもちょっとガッて前がかりになるとこあるんで、そうですね、それだけ気をつけてください。グイグイ系なんです。はい、グイグイ系なんで、でもグイグイ系学びたいです、はい、あ、そうなんですか、はい、やっぱ強気でいかないと、まあ、はい、ネパドも、あんま行き過ぎたら僕がちょっと出ていくんで山田さん、よう見たら姿勢あんま合ってないですからね、はい、やっちゃったんで、なるほど、ね、はい、そうなんですよ。じゃあ熱波、今後のちょっと熱波もさらに、はい、正味さっきちょっとね曲聴かせてもらったんですけど、はい、むちゃくちゃクオリティ高かったですよね。いい感じでしたね。で、こう揚げ系の、揚げ系のあれもどっかで、はい、リリースというか見れる感じになっていくんですか、はい、おいおい、あのサブスクとかで公開してどこでも聴けるように。バズりたいですね。バズりたい、ちゃんと ね、うちの店でバズっていただいて、なんかデッセさんで かっこいいちょっと PV とか撮って、ね、おお、ブンさん、ブン、上鉄さん、なんで僕だよりなの僕おらん回も聞いたけどやたら名前強調されて、やたら出汁に使われてました、ね、仕上げましょうよ、仕上げたいですね。夢面白いですね。でもそうですね、でも夢なんですよ。なんかあの温浴施設で MV 撮るの、はいはいはい、ずっとあのグループアイドルグループに入ってた時も、うん、銭湯とかそういうところで MV 撮れたら面白いなとか。確かに映えますもんね、うん、そうです ね、新しい、まあ、もちろんデッサも映えるし、なんかちょっと昔ながらのとこも映えるし、いいですね、なんか空気感というかね、はい、あれはもう何事にも変え難いもんありますよ。あ、いいですねなんか変な残る感じで言いましたけどギャオギャオ、今日ちょっと落ち着いてますか声のトーンだけでまとまった感出すのやめてもらって言ってる感で、はいはい、内容伴ってないいやいやいや、でも結構ねデッセさんの感じの話もできていいです ね熱波もできて、やっぱちょっとねデッセさんの感じもね、はい、もっともっと伝えていきたい。この前リニューアルしましたもんね。この前リニューアルしまして、ちょっと最後に宣伝になるんですけど、はいはいはい、この2日後の日曜日にですね、はい、ちょっとあのビヒターを使ったウイスキングイベントとか行きましたね、はい、普段お茶ロールで使ってるお茶っ葉を提供するお茶のサービスとか、ちょっと日曜日ちょっといろいろ面白いことをやろうと思います、はいはいはい、なるほどなるほど、ちょっとこれからまたちょっとね、オープンしていろいろ、ぜひぜひ半年ぐらいでいろいろまた新たな動きがあるということで、2日後ですがよろしくお願いします、はい、これはもうサウナファンもね、はい、また新規の人も来てほしいですね。ですね、はい、食べに来て、あのサウナ入っていろんなもの食べに来てください。そうなんです、やっぱなんかね行ったことない人ってどう入ったらいいかわからんってよく行ったりするんで、ちょっとねそういうのもちょっと広めていきたいと思います。はい、はい、はい、ということでですね、まあこんな感じでございますけども、はい、はい、本日はですね、こんな感じでございますけども、ちょっと告知でいらんこと言いましたけど、ちょっとね、番組への質問、はい、感想、あなたのサウナ話などもお待ちしております。メールまたは番組公式 Twitter、Instagram のダイレクトメッセージでお送りください。またスマホアプリ FM プラプラからもメッセージが送れます。詳しくは ESFM ホームページをご覧ください。そして番組のアーカイブが YouTube の吉本興業チャンネルでお聞きいただけます。大阪サウナですで検索してください。はい、はい、ということで、今日もいろいろねやりましたけども、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。またちょっとね来させていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、デッセさんもまたよろしくお願いいたします。はい、ということで今日のお相手は大阪デッセ総支配人分上鉄とデパドルキングとライオンうどんガオちゃんでした